共和制、共和制、共和制は人民、または人民の大部分が統治上の最高決定権を持つ生体で、生体の取る制度を共和制、共和制という。現代の一般的な定義では、君主ではない原首を持っている生体、君主制ではない生体である。共和制では政府の大半の意思決定が元首の裁量によらず、 制定法を参照して行われることから、現在では、君主制は、共和制ではないとされる場合が多い。英語で、共和制や、共和国を意味する、の語源は、ラテン語の、で、公共のこととの意味を持ち、さらには、公共の政府を持つ国家の意味で使用された。特定の個人や、階級のためにではなく、全構成員の共通の利益のために存在するものと、 される政治体制を指した。制度を指す中証明し共和制も、そのような制度を持つ組織体、共和国も共に、リパブリックであり、用語上区別しないが、日本では、通常、制度の場合は、共和制、特に政体の場合は、共和制、国家の場合は、共和国と訳している。また、思想の場合は、共和主義である。それぞれの対比語は、君主制、 君主制、君主国、君主主義である。漢語の、共和は、中国史上の、共和と呼ばれる機関に由来する、大月番系の示唆により、見つくる正号がその著、今夜図式、1845年で、の訳語として、初めて用いた。中国史の、共和時代は、青州の霊王が暴政を行って、国人、諸公と、 都市住民に追放された後の14年間で、四季、衆本議によれば、最小のメシ公と衆公が共同して、共に和して、統治にあたっとされた。一方、これは誤りで、脅迫は、友という国の伯爵の和という人物が諸公に衰退されて、王の職務を代行したこと、古本武初期年の記述からそう呼ぶという説もある。いずれにしても、 中国歴代王朝が支配した歴史の中で、この時期は世襲の君主がおらず、有力者の合議による政治が行われていたと考えられていたため、共和の語が君主のいない生態を指すものとして用いられることになった。共和制とは一般には君主を持たない生態であり、より正確には主権が君主以外にある生態である。主権がどこに存在するかを区別する故障であるため、 形式的な君主が存在する場合もあり、また民主制ではない生態も含まれる。本来、人民主権の立場から、民主主義と君主制は両立しないが、君主、あるいは一部の主権者の選出を、主権のある国民の抗議、選挙、大義、直接民主制や間接民主制によって、あるいは国民憲法での制度、立憲君主制によって行われることをもって、 共和制を標榜できるとする主張も存在している。これらは単なる民主制が、しばしば陥る、修具制とならないよう行政権を分離ることで回避を、試みてきた、制度開発の歴史的な背景があるが、これは、異性者によって様々に解釈され、共和制を標榜する政体であっても、先制や下等制独裁制であるとして批判されることがある。なお、領土や領民などは、 主権国家に帰属し外交権は持たないが、行政権を主権国家から分離したとする政体に対して自治体の故障が用いられることがあるが、実際には主権の多くが主権国家の干渉を受け、域内の自治政体は共和制とはなっていない。近代までは大多数の国家は君主制であった。このため多くの共和国は君主制を廃止した形で成立し、 その過程が革命と呼ばれた場合もある。近代までは共和制や共和国という用語や概念は明確な意味を持たなかった。しかしいくつかの国家生態は現在では共和制や共和国と呼ばれている。古代に共和制を取った共和制国家としてはアテナイなど一部の古代にリシア都市やインドのいくつかの国家が挙げられる。インドの古代共和制国家は ガナサンガ国とも呼ばれ、有力者の集会によって、指導、統治される国政をとっていた。紀元前6世紀頃から、紀元前5世紀頃に、北、インドに拡挙していた十六大国のうち、バッジ共和国、リッチャビ国やマンラ共和国、シューラ星な共和国は、共和制をとっていた。古代ローマは、紀元前六世紀に、王政ローマから、共和制ローマに移行したが、変遷を経て、 後世において、ローマ皇帝と呼ばれる統治者による支配へと移行、帝政に移行した。ローマ帝国が衰退していく中、301年には、イタリア半島中部のティターノ山に、キリスト教徒の一団が立てこもり、現存する最古の共和制国家である、サンマリの共和国を建国した。中世に入ると、ヨーロッパでは新生ローマ帝国の統治下にある、イタリア半島び、ドイツにおいて、 多くの都市国家が共和制を採用した。イタリア半島においては新生ローマ帝国の統治権が弱く、各地に少領種や小都市国家が乱立する中で、共和制を採用する都市国家も多く存在した。ベネツヤア共和国やジェノバ共和国、フィレンツェ共和国などのように経済力を高め大いに繁栄した共和制国家も存在したが、ベネツヤアを除いてはそれほど安定した。 国家体制を構築するとはできず、フィレンツェのように国内の有力者が王となるなどして、王政に移行する国家もあった。ドイツにおいては自由都市や帝国都市、帝国自由都市は、領主を持っていなかったが、神聖ローマ帝国の統治権の衰退とともに、政体はそのままで独自性を高めていき、事実上共和制を取る国家となっていった。ただしこうした帝国自由都市の多くは、 ナポレオン戦争時に独立を失い、近隣の両方に併合されて、ブレーメン、ハンブルク、フランクフルトアムマイン、リューベックの4都市以外は、独立して存続することができなかった。ただし、やはり同様の帝国自由都市、帝国農村の連合に起源を持つスイス、制約同盟は結びつきを強め国家化しながら、存続し、現代でもスイス連邦として、共和制を取り続けている。 これ以外にも、ロシアにおいては、北部の有力国家である、ノブゴロド公国が、君主として公がいるものの権力を持たず、貴族による民会によって国政が運営されていたために事実上況は制となってた。このため、この国を、ノブゴロド共和国と呼ぶこともある。ノブゴロドの南にある、プスコフも、やはり同様の政治体制をとっていた。近代以降では、 まず16世紀後半に入ると、ネーデルラント北部の7州が連合して独立し、ネーデルラント連邦共和国を建国した。1649年には、新京都革命によって、イングランドで王政が廃止され、イングランド共和国が成立したものの、1660年には王政が復古された。1688年の名誉革命では、王政は継続したが立憲君主制の基礎が、 構築されたこうした共和制の歴史の転換点となったのはアメリカ独立革命である。それまでの各国に比べアメリカ合衆国は制度としての共和制を明確に施行して建国され、後世に大きな影響をもたらした。また、それまでの共和制は貴族共和制の色彩が強く民主主義と共和主義は対立する概念だったのに対しアメリカは 貴族が存在しなかったために民主性の色合いがかなり強い共和性となり、さらに新たに開拓された地域においてはより民主性が強化されていったため、民主性と共和性が結合されて、民主共和性という新たな生態が生まれた。以後、共和性は徐々に他国においても民主性と結合していき、民主共和性は共和性の一大潮流となっていった。ついで、 1789年にはフランス革命が勃発し、フランスが共和制を敷いた。この共和制国家はナポレオン・ボナパルトが定位につくまでの短い期間しか持続しなかったが、フランス及び世界各国に非常に大きな影響を及ぼした。19世紀初頭にはラテンアメリカ諸国が相次いで独立戦争を起こし次々と独立していくが、 シモン・ボリバルをはじめとする指導者の多く共和主義を信奉しており、ポルトガルから王を迎えたブラジルと独立時に一時停戦を敷いたメキシコを除くすべての国が共和制を採用した。その後も、特に19世紀から20世紀中頃にかけては、各国で革命が多発して王政が廃止され、共和制が導入される国家が増加した。新外革命、ロシア革命、ドイツ革命などは、 その一例である。また、アメリカ独立革命では、君主制のイギリスから独立した形で、共和制を採用した共和国が建国された。一方でそれ以外のイギリスの植民地の多くにおいては、イギリス国王を原首として衰退する形で独立し、立憲君主国として建国した。第二次世界大戦後のアジアアフリカ諸国の独立においては、植民地時代に保護国や、 間接統治として王政が残っていた家を除き、ほとんどの国が共和制国家として独立を果たした。新たに王政を導入する国がほとんどないのに引き換え、王政を廃止して共和制を導入する国家は少しずつ増加しており、20世紀中盤以降は君主制国家より共和制国家の方が国家数が多くなっている。21世紀に入ってもこの流れはわずかながら、 続いており、2008年にはネパールが王政を廃止して、共和制国家とな。国家が標榜する思想や宗教による共和国の分類では、社会主義国は社会主義を標榜する共和国であり、多くの国は社会主義共和国や人民共和国を名乗り、プロレタリア独裁の立場から共産党による指導を定めた。 また1977年から2011年までのリビアは大衆による共和国を意味するジャマーヒリーアを名乗り、イラン革命以後のイランは宗教指導者による指導を重視し、イスラム共和国を名乗っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。